そう、この味だよ。最高だ。あれ、君たちは？公の組織が武器を砂漠のならず者たちに密輸するとは、いい度胸してんじゃねえか。しー、声が大きい。一体どうやって知ったんだ。ついてきてくれ。場所を変えてちゃんと話し合おうな。ここなら大丈夫そうだ。さて、君たちは一体なんでそれを知ってる？それは気にしなくていい。あんた、この件が上に報告されたらどんな罰が待ってるか分かってるんだろうな。そこまでする必要はないだろう。ほら、今君たちとこうして話し合うつもりじゃないか。本当に村だけのためだったのか？確かにあの時は懐が寂しかったんだ。それに昔はクセラに結構世話になったし、そういう状況で僕にこんな取引を断る理由もないだろう。彼の役に立てて金儲けもできて。あんたに一つ正しい道を示してやろう。今私たちはアフマルのヒゲを調査してる最中で、奴らの行動を阻止するつもりだ。もし私たちに力を貸してくれるなら、きっとその後に下るあんたへの処罰もそれなりに軽くなると思うぜ。他に解決法はないのか？今回は結構モラが入ったからいくらか。ダメだ。私の辛抱強さにも限界があるんだ。傭兵が金目当てで来たかどうかなんてあんたには一目でわかるだろうが。わかった、わかったよ。まったく。じゃあその時が来たら絶対僕のために証言してくれよな。彼らはしょっちゅうキャンプの場所を変えてるんだ。前回僕が荷物を届けた時は砂漠のこの辺りにいたよ。行ってみるといい。ただ先に言っとくけど、彼らがいなくなってたとしても僕のせいじゃないからな。いいぜ、あんたのための証言もなしになるけどな。おい、そんな。それで、あんたが嘘をつかなかったって保証はどこにあるんだ？分かってるよな、あんたに私と交渉する資格なんてないって。はいはい、分かったよ。とりあえず行ってみてくれ。もしいなくなってたら僕の方でまた何とかするよ。分かればいいんだ。行こうか。あんたはおとなしくシティで待ってな。後で30人団の奴らにあんたを捕まえさせるなんてことさせてくれるなよ。安心してくれ、動き回ったりしないから。ついてないな、よりによってあいつに捕まるなんて。私たちはついてるみたいだな。あのキャンプだ。行こう。全部はっきり聞き出すんだ。クセラを出せ。私に合わせろ。ディシア、なんでお前が。見切りました。手加減なしだぜ。やっ、はっ、はっ、よっ。逃げ道はあります。よっ、ふん。はあ、バカなことはもう十分だろ。お前も俺たちを止めに来たんだ。
この件はお前に関係ない。やっ、さばきのイカズチ、手加減なしだぜ。よっ、強い。こうやって喧嘩しても拉致が開かないだろう。みんな知り合いなんだ。収拾がつかなくなるような事態にしたいわけじゃない。早くクセラに会わせろ。もうコソコソすんじゃねえ。あ、私の言ってることがわからないのか。それともまだ戦い足りないのか。まあまあそこまでだ。どっちも落ち着け。リシア、団長はもうお前に会えない。団長はとっくに死んだ。なんだって。お前は全くこっちのことなど気にかけてなかったらしいな。ま、それが団長の生前の願いでもあったが。それはいつの話だ。一体何が起こったんだ。何年か前、クセラ団長は一人で神王のレリクスの本部へ行った。その上アフマルのヒゲも解散させたんだ。それってまさかお前たちが騒ぎを起こし始めた頃か。騒ぎ、俺たちはそれを復讐と呼びたいがな、神王のレリクスの奴らには絶対にその血肉を持ってあがなってもらう。一人残らずだ。俺が初めから話そう。リシア、神王のレリクスの頭がどうやって内部の秩序を維持してるかは知ってるか。圧倒的な武力と、それから有無を言わせない威厳。ああ、確かにそれもそうだ。ただそれだけじゃ足りなかった。奴らにはもう一つ武器がある。前科ってなのな。神王のレリクスの人間は自分から入ったにせよ、無理やり忠誠を誓わされたにせよ、必ず一回は記録を残さなければならなかった。汚れた非道で許されることのない罪の記録。これは忠誠の象徴であり、脅迫する時の手札でもあった。ああそうだ、俺もバシャールもティクリッティも、お前が成長していくのを一緒に見ていた奴らも、後になって俺たちの仲間になった奴らも、全員そうだった。だがディシア、お前はそんなことを要求されたことは一度もない。だろう？私は、そんな要求があったことなんか、全然知らなかった。神王のレリクスにいる身でこれを知らなかった人間は、おそらくお前一人だろうよ。お前が生まれた時から団長はずっとお前をかばって、この組織の最も闇の深いルールに触れさせなかった。それだけじゃない。団長は俺ら全員に悪事を禁止したんだ。本部が定期的に上納しろっていうモラも自分が何とかするって。けど、所詮は普通の人間だ。何の方法があるって言うんだ。金は足りないし、記録の提出も間に合わない。団長は何度も本部に行って情けをこい、理由を探しては殴られてた。俺たちはみんな知ってたさ。団長がそんなことをするのは全部お前のためだったな。団長は何としてもお前をここから送り出したかったんだ。つまりそいつが傷だらけになって杖までつくようになったのって全部それのせいなのか。いや、それだと話が通らないぜ。私は何も知らなかったんだ。それにあいつが殴られて怪我してるところなんて見たことがない。殴られての怪我か、戦闘で受けた怪我かなんて、当時あんなに小さかったお前に区別がついたか。お前が団長と喧嘩して意地になって家を出てった後、団長あの一晩で十何歳も老けちまって白髪まで生えてきたんだ。つまり思考の領収も。ああ、団長が手配した。
そうでもなきゃお前は砂漠から出る前に干からびてしまうとこだっただろう。何年か前、団長の体はもうだいぶ弱ってたのさ。本部に行くって言ってたが、俺たちはまた殴られに行くんだと思った。だから俺はいっそのこと団長を俺に譲れって言ったよ。けど団長は必要ない、アフマルのヒゲはもうすぐ解散できるって。あの時団長の言ったことの意味はよくわからなかったが、夜になって本部で大きな火事が起きたって聞いた。記録もきれいさっぱり焼かれたってな。あの晩みんなが自由を手にした。俺たちの団だけじゃない、迫害に遭ってた傭兵たちもたくさん逃げた。けど俺たちみたいに裏で何が起こったのかを知ってる人間はのんきに離れられるわけがないだろ。ああ、団長の犠牲を無駄にするわけにはいかない。本部のクソ野郎たちが団長の命を奪ったんだ。あれからアフマルのヒゲは復讐組織となった。団長が火をかけたことによって本部は大きな痛手を負った。それで攻撃を仕掛けるチャンスができた。たとえ力の差が大きくても俺たちは絶対に復讐の願いを最後まで貫き通す。本部の人間には身分や名前を変えて他の傭兵団やウリンの方へ隠れた奴もいた。だが俺たちは誰一人見逃さない。これは奴らが払うべき代償だ。俺たちの方も結構な痛手を負ったからな。それで大量の食料と武器、薬の支援が必要だったんだ。だから戦闘後はかき集められるものだけかき集めてモラに変えて物資を交換するしかなかったのさ。団長の生前の人脈を利用しようと筆跡を偽造して大量に手紙を出した。幸い結構手伝ってくれる奴がいて、同じ志を持つ傭兵も多く加担した。俺たちは歯を食いしばりながら一回また一回と無謀な戦いに勝ってきた。神脳のレリクスは少しずつ弱体化していった。今はやっと奴らの本部に攻撃を仕掛けられるチャンスってわけだ。そんな、おいらもうどうすればいいかわからないぞ。そんな理屈はわかってんだよ。だが俺たちは元より罪深い人間だ。団長が奪ってきた自由なんてものを持つ資格はない。団長は古臭い英雄物語が大好きだったんだぜ。自分を犠牲にして世界を救うとかな、そんな団長を俺たちはいつも笑ってた。でもな、団長は最後には本当にそれをやってのけたんだ。俺は英雄を気取ってるわけじゃない。俺たちの命はみんな半端なく汚れてんだ。そんな資格なんじゃない。けどな、物語ってのはそういうもんだろ。主人公の思想が救われた者の心を動かし、一人また一人と身を挺するようになる。俺たちは多分笑い物にしてるとき、笑ってるときに入り込んじまったんだ。この物語をどう演じ終えるかを考えて。すまんすまん、リシアはガキの頃からこういうのが恥ずかしかったんだよな。今のはなかったことにしてくれ。私も一緒に行く。え、リシア、お前そいつらを助けるのか。こいつらは私の成長を見守ってきた奴らだ。みんな悪い奴じゃないってのは知ってる。けど、ことがこうなってしまった以上、善悪はもう判断しがたい。それでも、私にはわかるんだ。神脳のレリクスは、必ず潰さないといけないってな。それに、親父がまだそこにいるかどうか、確かめに行きたいんだ。あんたらはこの件に関わりたくないだろ。ここまでにしよう。私一人で大丈夫だ。
オイラも最後まで見届けないと。絶対いろんなことが心残りになるって感じがするもんな。ありがとな。おかげでますます戦力が増えたよ。クセラ団長も最後の最後でお前が関わってきたなんて知ったら怒って地団駄を踏むだろうな。けど俺たちの今の消耗具合を考えるとお前のような心強い援軍を断れないな。あいつの考えはどうだっていいんだ。ただ少なくともあいつに借りを作ったままなんてごめんなんだよ。これで終わりだよな。残念すぎる。一緒に最後の一戦に行けないなんて。頑張ってきてくれよ。セオス。まあもう終わりだよな、我が息子よ。神王のレリクスは間もなく歴史の遺物となる。つなぎましょう。いい天気ね。暖かいわ。じきにあたりも賑やかになるわね。なんか結構すんなり入れたぞ。ああ、やつらにはもう監視を置いたり外を守ったりする余裕はないはずだ。
奴らはおそらく全員ここに隠れてるはずだ。何人残ってるかはわからんがな。何人いようと構わない。全員捕まえればいいだけの話だ。気をつけろよ。たとえ相手が衰えていても油断は禁物だ。だな。どれほどの腕前なのかは突き当たってみればわかるさ。昔神王のレリクスって名がどれだけ威勢が良かったとしても今は取るに足りねえよ。ああ、お前の加勢があればなおさらだ。俺が案内しよう。昔一度だけ来たことがあるんだ。見切りましたよ。っやるか。はっやはっはっふんよっはっよっ。はっよっ。セーフ。次こそは僕が歩いてくるぞ。さばきの雷ち。やっ！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 あれれ？はっ！お客さんが見切れました。やっ！たっ！いくぞ！あっちゃった！はっ！はっ！こっちだ。俺についてこい。突っ走ればすぐだ。おう。待てよ。まずは観察しないのか。おい、大丈夫か。ああ、ただ閉じ込められたみてえだ。他の罠は反応しなかったみたいだが。前に気をつけろ。敵が来やがった。こうなれば強行突破一択だな。俺たちに構うな。こんなこともあるさ。心の準備はできてる。他に道がないか探してみろ。行け。団長に恥をかかせちゃならん。オイラたちは早く他に道がないか探そうぜ。せめて早く助けてやろう。そうだな。あっちに道がありそうだけど、塞がれてるみたいだな。あの仕掛けを試してみるか。うん、行こうぜ。風、そこだ。手加減なしだぜ。
前へ。さっきの仕掛けとちょっと似てるけど、真ん中は遮られてるみたいだな。まあつまりちょっと調整すれば解けるんだよな。いざ、と。見切りました。裁きの意図、風の行く先を。そこだ。手加減なしだぜ。はっ、手当くだれ。本当にそっちから人が入ってくるとは意外だったな。だが砂漠の民は常に意外と隣り合わせで生きてるもんさ。俺たちはとっくに慣れてる。
無駄口はよせ。もうあんたに逃げ場はないんだぜ。逃げる？その道を選ぶなら今まで俺には数えきれないほどのチャンスがあった。俺はこの身で神王のレリクスの最も輝かしい時代を経験した。生きながらえたとしてもその後に残るのは尽きぬ苦しみのみ。残った奴らはこんな言葉に共感してる奴らばっかりさ。偉大なる者は墜落の記憶を持つべからず。最後の悪あがきか。行け、キングデジェルト様が俺たちに残してくれた恩恵を奴らに見せつけてやれ。どれだけ強かろうがたった二人さ。第一陣やれ。そのまま全員殲滅だ。死ねよ。風の赴くままに。やるか。勝ったと思うなよ。まだまだ始まったばかりだ。耐えられるか。神王様は神道を誰一人見捨てはしない。もうやめる。俺についてこい。誓いを果たす時が来たぞ。あんたら命はもう惜しくねえのか。僕よりそんなつもりはねえ。誰一人だ。あれ、黄金の眠りが読んでいる。命令を出してる奴がやっと倒れたな。でもあいつらの攻撃はまだ止んでないぞ。ここってなんだか闘獣場みたいだ。戦い続けても無駄だって。来い、後に続け。恐れることなかれ、ひるむことなかれ。これは我々最後の陣だ。次の敵が来たら敵の気を引いてくれ。私は上にある高台を叩き落とせるかどうか試してみる。そこをどけ。ミジャール出てこい。正面も突破されたか。すみませんミジャール様。あいつらマジで命知らずなんだ。どう切っても倒れなくて。どうやら時間切れのようだ。ミジャール、そろそろ蹴りをつけるときだ。そんなチャンスを俺がやるとでも思ったか。この間もなく消え去る輝きとともに、こうさよ、俺を埋めてくれ。待て。間に合わなかった。勝負はもうついた。戦い続けたって意味がない。もし傭兵の節操の方が大事ってんなら、あんたたちに痛い目を見せるのも私は一向に構わないがな。おい電車、仕掛けを見つけたぞ。今すぐ登らせてやる。行こうか。
前ら一体何者だ。なんで俺たちにしつこく噛みついてくる。あの堂々たる神王のレリクスが本拠地まで乗り込ませておきながら相手が誰かもわからないなんてな。ネズミみたいに狡猾にあっちを噛んだりそっちを噛んだり、捕まえようにも捕まえられないときた。お前らのしたいことなど知ったことか。おい、クセラという名を覚えているか。知らん。俺は頭じゃねえし。もう一度だけチャンスをやる。だから知らないって。ただの下っ端の俺が嘘をつくわけないだろ。人探しだったら資料確認しろよ。団員の出入りがあんなに激しいのに全部知ってるやつがいると思うか。本当に滑稽な話だな。多くの人にとってあいつの命はかけがえのないものだったのに、一部の奴らにとっちゃ何の価値もない。おい、資料室はどこだ。あっちだ。資料は全部その中にある。調べてみりゃいいさ。どうせ何の役にも立たないがな。私は古い資料のことを聞いてるんだ。古いのって焼かれたやつか。クセラ、思い出したぞ。あいつか、あの足を引きずっていた野郎。言葉に気をつけろ。俺たちの団長だぞ。つったってありゃ絶対に演技だ。あの危なっかしい歩き方を見て守りのやつは油断したんだ。川屋へ連れてってやる途中で逃げやがって、資料室へ走り込んで放火なんて。健全なやつでもあいつに追いつけなかったんだぞ。そんなのありえるかよ。それから神王のレリクスは徹底的に統率が取れなくなっちまった。無駄口はやめろ。あいつが何をしたかなんて、ここにいる奴はみんなあんたより分かってるんだよ。さっさと吐け。場所はどこだ。あっちだ。見に行きたいなら行けばいい。でもあん中には燃えかす以外何もないぜ。あんなに大きい価値だったんだ。人なんかとっくに焼かれて塵になってるさ。バシャール、ティクリッティ、一緒に来い。残りの奴はここにいる奴を監視してくれ。下手に動く奴がいたら情けは無用だ。知ってることは全部話したんだから勘弁してくれねえか。まともなやつが誰一人いねえ。ここがあいつの最後にいた場所。あいつ一体どうやったんだろうな。足を引きずりながら見張りを避けてここに潜入して放火するなんてさ。なあ、そんなに機敏だったんなら火事の中でもうまく逃げ出せたんじゃねえか。ディシア。
すまん。逃げ出せてたらよかったのにな。何か残ってないか、ここら辺を探してみるか。これは杖？あ、これってもしかして、クセラ団長、本当に全部ありがとうな。杖が大火事の後に残ってくれたのも不幸中の幸いだった。もう一回手分けして探すか。もしかしたら他のものが残されてるかもしれねえし。でも火事も怖くないものってなんだろう。巨竜はもうディシア姫の手によって倒された。竜の頭は砂上に掲げられ、彼女の武勇は我らに長らくの平和と繁栄をもたらす。ほら早く、肝心なセリフだぜ。あんたが。いえ、巨竜を倒したのはお前だろ。みんなお前の言葉を待ってる。うん、今でも緊張するか。いいさ、俺がやる。これにて勝利を宣言する。悪竜はもういない。私はこれにて勝利を宣言する。悪竜はもういない、親父。どうしたんだ？前オイラに聞いたよな。もし突然金持ちになったら何したいって。オイラが美味しい食べ物と飲み物をたくさん買うって答えたら、お前理解できないって顔しながらもオイラのこと可愛いって言ってくれたぞ。せっかくのチャンスだもんな。今回はお前にパイモンの飲み食い生活の哲学を体験させてやるぜ。二人の気持ちで一人分の金しかかからないんだからお得だろ。とにかく好きなだけ食べてくれよな。そしたら気持ちだってすぐ晴れるぜ。バニアザードもオイラたちが戻ったのを聞いてすぐ来るって。ありがとな。正直こんなの全然私らしくないよな。道中ずっと複雑な気持ちで何を話せばいいかわからなかったんだ。私の胸はこういろんな激しい感情で埋まっちゃったみたいでさ、この感情は今までの冒険よりも強くて、でもことが終わりを告げたら全部消えちまったんだ。私もいつになく虚しく感じてる。なんだか一番大切なものをなくしたみたいに。ああ、傭兵にとって一番大事なのはモラだって言うけど、もしかしたら私たちが一番大事にしてないのもモラなのかもしれない。イドリシたちだっていつも給料を払わないなら解散だなんて口にしてたんだぜ。親父のための復讐なんて一銭の報酬も出ないのに。私も同じだろ。大の英雄物語好きの親父が悪党だったなんてって、あのことは私を幻滅させたんだ。口では絶対に許さないとか言ってずっと理解しようとしないでおいて
そのくせどうしてもって真相を調査してさ。おまけに涙まで落としそうになるなんて、私たちの表と裏っていつも一致しねえよな。そうだな、口惜しいのは初めて本当の気持ちがわかるときはいつだってもう取り返しのつかないときなんだ。ちゃんと全員帰ってきた？無事よね？おお、来たか。うん、30人団からたくさんの人が来てね。私もちょうどお父様の件が終わったところ。これからは調査結果待ちになるかしら。あれ？リシア？なんだか元気がないみたいだけど。オイラが話すよ。今回は結構いろんなことが起こったからな。ごめんなさい、私がこんなに取り乱したりして。でも大丈夫だよお嬢様。そこまで悲しまれちゃ私が逆に申し訳なくなります。お嬢様も被害者なんですから。でもあなたの方がきっと私より悲しんでいるはずなのに。あなたに慰められるなんていけないわ。気にしないでいいって。これを機に何が幻で何が現実かやっと区別がついたさ。親父は多分環境さえ変えれば人は気持ちよく新しい生活を受け入れられるって思ってたんだ。私も何回か一瞬そう思ったよ。新しい生活を受け入れても大丈夫かなってな。でも私の潜在意識は平静を保つことなんてできなかった。こんなざわめきに戸惑うようにさえなった。旦那様の行為を無駄にしたことが申し訳なくて。でも今振り返ればそれは当たり前なことだった。だって平成なんてものは全部嘘で、風車は終始私の血の中で流れていたんだから。あなたのその考え私もわかるわ。でもちょっとした変化はあるぜ。例えばこれからの私はそんなに儲からない仕事をするかもしれない。親父の仲間イドリ氏が言ってたように、今は私も親父の背中を追って物語の一員になりたいんだ。結局エンディングはこんなに幼稚で滑稽だったけど、でももうそんなのどうでもいいような気がして。かっこいいじゃない。モラじゃないもののために動く傭兵なんて。食べ終わったら気分転換でもしに行きましょう。もう一回グランドバザールに行くなんてどうかしら。そうでした。お家のために絨毯を選ぶんでしたっけね。オイラたちも。今回は本当に世話になったな。この絨毯かなりいいわね。作りも細かいし、いい材料が使われてるわ。やっと見つけた。ここにいたのか。お前あの下を噛んだ傭兵じゃないか。話せるようになったのか。待てよ、まさか復讐しに来たのか。何言ってんだ、俺にそんな腕ねえや。物を届けに来たんだ。後で自首しに行くから。目が覚めてから慌ててアフマルのヒゲの隠れ家に行ったんだ。みんなに知らせようと思ってな。けど足を怪我してまだ休養中の団員以外みんないなくなっちまってよ。きっと私たちの行った後だろうな。まあ
復讐はもう終わったから、団の奴らはみんな自首したってな。この隠れ家ももうすぐ調査されるそうだ。もともとクセラの借りを返すつもりだったんだ。みんなが自首しに行った今、俺が逃げても意味がない。怪我した奴からこの箱をもらったんだ。クセラの遺品が入ってるってよ。キャンプにあるものは絶対全部押収される。今渡さなきゃもうチャンスはない。あ、ありがとう。気にすることはねえよ。みんな自分の信念のために生きてんだ。正しいとか間違ってるなんて評価する必要はない。この箱がディシアのお父さんが残したものか。思ってた以上に少ないな。ああ、あいつは金があれば娯楽に回してた。肉を食べたり酒を飲んだりな。まあとりあえず開けてみるか。これはなんだ。全部ガラクタじゃないか。それにちょっと臭い。うわー、もしかしたら長く放っておきすぎたのかも。手写しの物語。髪も黄ばんじまってめくるだけでバラバラになりそうだな。前は個人が書籍を所有するのは教令院の規定違反だったんだ。どうせ規定に違反するならもうちょっと使えるものを写せよな。本当に好きだったってことだろうな。あとは何個かの子供が好きなお菓子。全部粉々になっちまってる。匂いはきっとここからだろうな。あなたのために買ったの？私は好きじゃないんだ。小さい頃からな。私のために買ったって言いながら毎回私よりも食べててさ。しかも食べ物はこんな風にしちゃダメってのは常識だろう。まあいい。あとは何がある？ヒゲ剃り、ボタン、丸いてっぺん、組み立て式の木の人形、毛糸のマフラー。女物みたいだな。それにかんざしも。なんでこんなものがあるんだ？あ、私、ちょっと怖くなってきたわ。すみませんね、お嬢様。あいつはこういうやつです。多分箱をゴミ箱代わりにしてたんだろう。何でも中に入れちまって。空の酒瓶が、1つ、2つ。なあ、普通こういうものって残しておくか？あれ？その瓶、何か入ってるみたいだぞ。本当だ。取り出せた。紙に何か書いてあるみたいだ。でも下の方は全部濡れちまってるな。文字がぼやけてないといいんだが、この酒を飲み終わったらいきなり手紙を書きたくなったけど、書き終わったら瓶に入れることにする。忘れたなら忘れたでいいさ、リシアへ。私宛てかよ。いや、大丈夫だ。とりあえず読み上げてみるよ。手紙を書いたってことは、絶対に大事なことを言いたかった。少なくとも、記録しておきたかったってことのはずだ。最近、体の調子がますます悪くなった。遊びに行くどころか、歩くにも杖をつかなければならない。多分、俺に残った時間は少ないな。もしこの手紙が読まれてるなら、俺は多分もういないだろう。小さい頃のお前はどんなに可愛かったか。みんなお前のことが好きで、お前が泣いても笑ってもみんなとても楽しかった。まあ分別がつくようになった頃にはそんなに可愛くなくなったがな。絶対イドリシの奴らのせいだ。毎日何を教えてるんだか。何言ってんだ。一体誰のせいだっつうの。
いや、そうだそうだ、大事な話に戻ろう。俺がこれを書いた目的はな、全てを知ったとしても俺のために悲しむなってお前に言いたかったんだ。だってな、俺は実のところお前の父親じゃないんだ。冗談を言ってるの？私にもさっぱり。俺の若い頃はすごかったんだぜ。狩猟の獅子なんてのよりか100倍すごかったな。空へ行くにしても地へ潜るにしても何だってできた。努力さえすればこの砂漠を全部我がものにできたかもってくらいすごかった。でな、ある日俺が一人砂漠で飲んでたら、まだ赤ん坊だったお前を見つけたんだ。あそこに寝てたお前は小さくて小さすぎて、もうちょっと風車が吹けば埋まっちまうくらいだったぜ。けどな、お前の泣き声があまりにもうるさくて俺の気分まで悪くなったんだ。今こうして思い返せば本当に元気いっぱいの命だったな。なんか冗談じゃなさそうだぞ。それからイドリ氏の奴らに外でちょっとした間違いをしたって言った。あいつら全く疑わなかったんだぜ。奴らを一生騙すことになって本当に悪かったと思う。けど他にどうしようもなかったんだ。俺は奴らの頭なんだからな。あいつらにいきなりただ父親になりたかったからなんて言えないだろう。さっき飲んだ酒を吐き出しちまいそうだぜ。よし、ディシア、お前は俺たちが夢にまで見た自由と善良な心を持ってる。これからの人生は自分で選べよ。本文はこれで終わりだ。ったく、最後まで子供扱いしやがって。ああ、じゃなきゃあいつの言うように私は赤ん坊の時に風車の中で窒息死しちまうところだったんだ。彼はいい父親だったわ。血縁や身分なんてこれには関係ない。ああ、ただこんな方法で全部の真相を知ることになったのが残念だ。お父様からは自分で選べってあったけど、考えはまとまった？うん。風車の中で私を拾ったみたいだから、私を捨てた奴を探してみようと思う。別に何をするわけでもない。ただこういう話があったって教えたいんだ。昔チャラチャラしてて無茶が好きな幼稚で偉大な奴がいたって、私に今の私になるためのチャンスをくれたって。手がかりをオイラたちにも教えてくれるか？オイラたちはしょっちゅう冒険に行くから、もしかしたら何かしら関係のある情報が見つかるかもしれないぞ。もちろんさ。ありがとな、こんなに熱くなってくれて。私も力になるわ。ありがとう、本当に感謝するよ。小さい頃から波乱万丈の人生を過ごしてきたが、結構ラッキーな方だったと思うんだ。少なくとも今まで私の身の回りにはいつもあんたたちみたいないい奴らがいたからさ。